はい、じゃあ2本目の動画で。はい。じゃあ今回の動画は、材木座というテーマで。はい。はい、材木座トーク。イエーイ。へえ。さあ、材木座。まああのこのお店がね、あの初日の出っていう、まあ、材木座のお店で、うん。ここってどれぐらい経つんですか？まだうちは1年半とかです。あ、1年。今年の6月で1年目だったので、はい。そうなんですね。材木座いいところですよね。うん。海もあって。ですね。うん、駅からも歩いて15分かからないぐらいなので、うん、歩いてくる道なりにもお店たくさんありますし、うんうん、面白いと思います。ここ1年ぐらいで新しいお店が10店舗ぐらいできたんで、できましたね。ここ2年ぐらいですっごいできましたよね。また新しいお店できて。すごいですね、今もう。ラッシュっていうか。なんか回転が早いとかじゃなくて。じゃなくて、多分、もともと、違う場所だったところを、リノベーションしてっていうお店もあるし、多分入れ替え時期なのかなと思うんですけど。回転が早いっていう印象はないですね。新しくここ1年で、新しいお店ができたっていうのが印象としてありますね。ね、昔からやってる中中華屋さんとかもあったり、新しいお店もあったり、そうですね。材木座は結構その個人でお店やられてるっていう方も多いエリアなので、その独特な個性豊かなお店が多くて、それは面白いなって思います。材木座ってなんかコンビニないですよね。ないですね。コンビニはございません。すごいですね。知り手はクリエイト。あ、クリエイト、はい。そこはあるぐらいで。あるぐらいですね。だからチェーン店みたいなお店がないので、ないです。個性が出ますよね。パンを買うなら、コンビニではなく日清堂さんに行き。あ、普通にご飯とかは、昼ご飯。あ、素敵なご質問ですね。私たちは、出前を。割と下りで、そこあとは自炊したりとか。出前はそれこそ今日は太陽弁当さんっていう材木座のお弁当屋さんがあるんですけど、看板何も出してないんで、なんでたどり着けるかどうかが難しい場所なんですけど、すごい男子が、中学生の男子が好きそうなもうパワー飯をいつも出してくれていて、そう、私たちもよく頼んで、今日のお昼は太陽弁当さんでハンバーグ弁当とかカツ丼とかいろいろ頼んでたりしますね。あとはそれこそこの通り沿いの一番海側の方にあるとてさんっていうお蕎麦屋さん。あ、なんか聞いたことある。で、蕎麦とかうどんとか出前して飲んだりとかしてます、とか、あとは本当に近くのお店食べに行くとかありますけど、香菜軒さんとか、ビーガンベジタリアン料理のカレー食べたりとか、くんたさんとかね、燻製。あ、なんか聞いたことあります。この通りっすよね。この通りです。はい。と、私の最近のおすすめは、バナナ。バナナ、そのまま。そう、八おじさんっていう、このこちらも海の方に向かったところに八百屋さんが2つあるんですけど。ああ、ありますよね。そうそうそう、はい、このうちの今特売って言って6本ぐらいのバナナが、はい、なんといくらだと思いますか？6本250円とか。おお150円。おお、安い。ちょっと時々ランニングする身としてはとても、ああ、だから安いな、確かに。なんで実はちっちゃいお店でコンビニはないけど、どうにかできる。そうですよね。八百屋さんもあったりするから、あとお酒飲みたかったら、なんか僕半年前ぐらい行ったんですけど、よろず屋商店。ああ、よろず屋さんにいた。あ、それこそ前から知ってた人と一緒に連れてってもらって、さすがに初見では入れない。ちょっと一歩勇気が必要かも。そうですね、行きましたね。いいですね。なんか打ち飲みだっけ、格打ちか。はい、ウェルカムだよね、行くと。一歩入ったら。そう、一歩入ったら。結構ね、お店のお客さんとかも、どっから来たのみたいな聞いてくれたりとかそうだね、します。一歩目が多分
あれなんじゃないかなと思って、ね、ああそうね、まあどこもそうかもね、うん、もしかしたらお店の中で人がにぎわって買い物飛び交ってるので、うんまあ、初めの一歩を踏み出すときはもしかしたら勇気なのか、うん、誰かのと一緒に行くっていうのがいいかもしれないけど、でもいずれにせよオープン、実はオープンな人たちが多いと、うんまあ、その中でもやっぱり1年半前にできたここもおすすめなんで、はい、あ、 ありがとうございます。その改めてちょっとまた改めて説明していただけると、あ、改めてですね初日の出はその関係案内所初日の出というコンセプトなんですけれども、もともと100年ぐらい日の出屋商店さんっていう酒屋さんがやっていた場所だったんですよ。で毎年その大町祭りっていう900年続いてるお祭りがあるんですけれども、今住所自体は材木座なんですけど、その行政の区画整理の前まではここ水道道まで大町だったっていう歴史が、はい、あるので、一応大町商店街に所属していて、その大町祭りのおみこしの休憩所の一番最初の休憩所になった場所なんですね。なんで毎年お祭りの日は神様が来て休憩したりですとか、担ぎ手の方々がお酒を飲んで休んだりするような場所だったので、またそのコミュニケーションが新しい形で引き継いでいけるようにというので1年半前にオープンした拠点になりますね。で、もう初日の出自体もその鎌倉ってその NPO が300以上あったりですとか、はい、そうなんですよ。結構その NPO とかってコミュニティの活動に近いとは思うんですけれども、そういったその市民活動が活発な街っていうところもありますし、街の中でこう知り合いの方が増えてくると地域体験もすごく変わるなと思っていて、結構そのコロナになってからはなかなか外に行けなかったりですとか、その街の中にずっと長くいるっていう時間も増えてきたと思うので、そういった地域の中でのつながりがあると自分の人生の経験ですとか地域体験が変わってくると思っているので、そういった体験が変わる、この街の中で友達を増やしていって、この街に対して愛着を持って、そこから街に対して何かを進めていくみたいなところができたらいいなと思って、この場所が開かれたという。もう材木座の、ね、コミュニティはここで回ってるみたいな感じ。いやいや、でもいろんな、ね、コミュニティ本当に、ね、たくさんあるので、うん、はい、うん、素敵な場所は多いです。まあ普通に気軽に入ってこれるお店なんですよね、うん、はい、ちょっとうち入りにくいと思うんですけど心配な方は DM していただければ、あの確実だとは思うので、そのままフラッて来ていただいても、はい、大丈夫です。インスタも、あ、インスタ、そうですね、インスタが一番アクティブで、うん、LINE でも大丈夫ですし、気になる方は行ってみてください。ぜひ、はい、材木座住む人じゃなくても、鎌倉近辺住む人とか、この間ちょうどその材木座にはどこだったかな、東京に住まれてて、はい、鎌倉でそのお店を出そうと思っていて、いろんな町、そのいろんな町というかその鎌倉の街の中でどのエリアがなんかどういう特徴があるのかとか、いろいろ歩いてみながら探してるっていう方が初日の出に来てくれて、なんかあの街のエリアの話一緒にしたりとかしましたね。すごい、不動産の仕事やってるっていう卓球持ってないんですけどいや、ありがたい、でもそれ紹介します、紹介します。材木座のあるある、あ、材木座ある、材木座ある、あれね、材木座であるね、あれ、あれでしょ、私はこれあるあるなのかな、あの初日の出の前って通学路なんですよ、ここで子供たちが、はい、あの小学校帰りとかでよく通ってくれるんですけど、その子供たちがめちゃくちゃ商売気があるえなんかね、交渉してくるんですよ、えお店にこうパーって入ってきて、あ、入ってくる、そうそうそう、あの初日ので時々その外にテイクフリーみたいな形でこれも自由に持っててどうぞみたいな出したりするんですけど、この飴と、あの初日の出の飴と後でハイチュウ持ってくるから交換してほしいっていう交渉とか、ハロウィンの時とかもね、トリックアトリートって言ってお菓子くださいみたいな感じでお菓子をもらいに来てくれたり
か、そう、結構なんか豊牧場の子供たちなかなか商売機工場の工場室あるんで、確かになんか人懐っこいかもしれない感じですかね。なんかイメージ、海沿いの子たちってなんかそういうイメージがあって、うん、ああそうなのかもしれない、うん、ちょっとそういうイメージ、うん、腰越えとかはなんかそういうイメージがある、うん、うん、それ面白いですね。あるあるじゃないかもしれないけど、大木座珍百景僕一個あるんですけど、行きたい、材木座がある、うんうんうん、一方通行が多い、ああ道ね、そうね、はいはいはい、確かに、てかさ、道すっごい聞かれますよ、私週1回ぐらいなんか、すいませんって道聞かれる方結構ある、はい、車で止まって止まって、一方通行多いから、そのあっちに行けないとか結構あって、案内するときも大変なんですよ、うんうん、そうなんだ、車結構不便ちゃ不便かも。そっかそっか、まあでも材木造る鎌倉ルアーかもしれないけど、はい、みんな短パンで歩いてるよ。ああ、ビジュアルの話。小学生だけじゃない大人も大人も短パンと B さんで歩いてて、あの皆さんどんなお仕事してるんでしょうか、気になるときは。それはある昼間から平日も、平日の昼間から寝ても短パン B さんで歩いてる。あとは材木があるあるじゃないかと、祭り好きな人が多い気がする。ああ、そうね。結構あと年に何回祭りやってるのかなって、そんなに思う感じがありますけどね。まあ、みこしだけじゃなくて、なんだろう、小さなお祭りとか、あ、確かに、あるかもね、うん、そこに人がめちゃくちゃ集って、うん、まあ、前回の波盤もそうですけど、うん、このお町祭りもそうなんですけど、うん、こんなに人いるんだっていうのがあります、ね、そう。街開いたらめちゃくちゃ人にもちろんですけど、それは私はなんかこんなに祭りの文化が根付いている街は、少なくとも他の住んでた時はちょっと違うなって思ったんです。あとあれかな、ポストがほとんどなくて、 A4 が入らないポスト、あー、ちっちゃい、うん、昔ながら、うん、丸いやつね、丸いやつ、あったあった、と外にシャワーが、それはもう由比ガ浜とかも一緒かもしれない。浜ですよ、あの海沿い、はい、そうかも。いやいやいや、もうそれまでも大阪いたりとか東京いたりとかだったんで、うん、外にシャワーあるのに、うん、あとまあこの海沿いあるあれですけど、サーフボードがいっぱいあったり、ああ確かに、ね、あのスクールも結構ありますね、うん、なんかそのあたり今となっては普通だけど、うん、違う上にとかすると、うん、私の中でもあります、ね、うん、材木座の銭湯って聞きました、あの清水、あ、清水、清水さん、行く行く、時々、うん、あそこもいいっすよね、なんか、うん、ですね、ゆっくり行き、あの中の建築物がかっこいいなと思いますね、古く昔からの建物、うんうん、あとその対面にカタツムリさんっていうお土産屋さん、はい、そこもよく行く、あ、いいっすよね、うん、はい、なんだっけ、清水終わりにカタツムリ行くっていう人もいるらしい、それが一番あのスペシャルルートベストルートそうね、美味しい、美味しい、ね、なおさんの店主さんとのお話も楽しいし、もともとでバイトをアルバイトされてて、カタツムリさんっていう先代の方がやってたお店で、由比ガ浜だっけ、うん、そこでアルバイトされてて、やっぱりちょっと閉じてしまった時にやっぱり復活させたいっていうので材木座で復活させてっていう素敵なお店ですね。まあこんなところで一応しましょうか、うんうん、はい、はいはい、まあ、材木座いいとこなんで、ぜひ、はい、ぜひ来てみてください、ぜひ来てください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。